モンツァ・エブリアンツァ県は、イタリア共和国ロンバルディア州に属する県の一つ。県とはモンツァ。2009年に、ミラノ県の北部が分割されて発足した、イタリアで最も新しい県の一つである。ロンバルディア州の西部に位置する県で、県とモンツァは、州都ミラノから、北北東へ 15km、コモから南南東へ 29km、ベルガモから、 南南西へ 34km の距離にある。県名はモンツァとブリアンツァを意味するが、県域はブリアンツァ地方の一部であり、その南部のバスサブリアンツァにあたる。隣接する県は以下の通り。県の面積は405.49平方キロメートル。これはイタリアでは3番目に小さな県である。総人口は約85万人。人口密度は ナポリ県に次いで2番目に高い。モンツァエブリアンツァ県外略図周域には、西からセベゾ川、ランブロ川、モルゴラ川が流れている。県域の最東端は、アッタ川である。県域を5つに分ける、地域区分2001年の国勢調査に基づく、居住地区別人口統計によれば、人口3万人以上の都市は、以下の通り。 県域は大きく分けて、モンツァ周辺地域とブリアンツァ地方南部からなる。歴史的モンツァ領域には、モンツァに加え、ブルゲーリオとビンラサンタを含む。セベゾ川が流れる、バッサ、ブリアンツァ西部には、セレーニョやチザーのマデルノが含まれる。バッサ、ブリアンツァの中央部を流れるのが、ランブロ川で、カラーテ・ブリアンツァを中心とする、バッサ。 ブリアンツァ中北部レジオやリッソーネを含むバッサ、ブリアンツァ中南部とに区分される。バッサ、ブリアンツァ東部の中心都市はビメルカーテで、おおむねモルゴラ川の流域である。2009年、ミラノ県に属していた189のコムネのうちの55が、モンツァエブリアンツァ県として分割され、自治体として発足した。旧ミラノ県のうち、人口、 面積ともに約20%に当たる。モンツァエブリアンツァ県の設置は2004年5月12日にイタリア議会上院の承認を得た後、6月11日の閣議を経て、同日チャンピ大統領が署名し、法律第146号として成立した。そして法律は6月15日に公布された。この法律に基づき、同年12月に内務大臣は、 新たな県の運営機構の整備と県知事及び県議会議員選挙を準備するための責任者としてルイジピスコポを任命した。第1回の県知事、県議会議員選挙は2009年春に実施され、県知事はダーリュアデービとなっている。カポナーゴ・コルナーテだった、ブズナーゴレンターテするセベゾ、ロンチェロは2009年に、 ミラノ県からモンツァエ・ブリアンツァ県に移された。モンツァエ・ブリアンツァ県には55のコムーネが属する。主要なコムーネは下表の通り。左端の数字は ISTAT コードを示す。人口は2012年1月1日現在。ミラノ北港の道路をイタリア北部を東西に結ぶ A4 とミラノ近郊路線である A51、A52 が接続されている。 モンツァ中央駅ミラノ近郊鉄道の路線図ミラノとモンツァとを結ぶ鉄道路線は1840年に開業した北イタリアで最も古い路線の一つである。フェロビエデロスタートと北ミラノ鉄道が主要な鉄道会社である。主要鉄道路線としては以下がある。列車の運行はトレノルドやフェロビエノルドなどの運行会社によって担われている。一部は ミラノ近郊鉄道として運用されている。県域出身者としては以下がいる。ありがとうございます。